今回はまたね UQ IMAX DMM でレンタルしてる YMAX ですね。 YMAX こちらの昨日ね動画でお話したようにファミレスのねデニーズに行ってパソコンで連続使用してみたので、それのレビューをお伝えしようと思います。はい、今回のねレビュー内容なんですけれど、この YMAX のスピード Wi-Fi NEXT W01 ですかっていうものに関してレンタルねできる、ちなみにね今レンタル可能なので、もしレンタルしたい方はぜひね早めにレンタルした方がいいと思います。リンクの方にねビコにリンク貼っておきますので、ぜひそちらから登録いただけると、ルルカにもチャリンク入ったり、悲しいかな、ね、なんかちょっとね個人的に連絡いただいてね登録いただいた方いるようなんですけれど、ねルルカにまだねアフリエイト一切反映していないので、反映しないんですかね。はい、まあその辺はねちょっとわからないんですけど、まあよろしければねリンクから行ってもらうといいんですけど、今はちゃんとここですね、この前在庫追加されたものに関しては1ヶ月しかねレンタルできないものっていうのがあったんですけど、今のやつちゃんと6ヶ月レンタル可能なので、よろしければね長期でもレンタルできますのでお試しいただければと思います。それともう1点先にねそのファミレスの話もしたいんですけれど、先にちょっと大事なことを話しておきます。こちらについてもこのねさっきの1ヶ月しかレンタルできないよっていうのもコメントで YouTube のいただいたんですけれど、今回ね今から話すこともコメントで指摘いただいて発覚したんですけれど、前回ね UQY MAX なんか無料で試せるのあった気がするんだけどっていうのを見てね、違うページでその UQY MAX のページ見て、7日間だかね借りれるんだけど、でもやっぱ初期費用とかかかっちゃうんだっていう話したと思うんですけれど、ホームページ行ってページね公式サイトじゃなかったらしいです。その後 YouTube でねコメントいただいて、こちらが本当の YMAX のね無料で試せるページらしいです。なんか自分もねこんな感じだった気するんですよね。なんか1週間よりもっと長かった気がしてたんで、15日間無料で試せるようです。でしかも登録料、通信料、レンタル料、配送費用なども一切かかんないようです。さすが公式サイトですね。はい、ただなんかそのねコメントの際にも注意いただいたんですけれど、なんか最新機種等はね、もうなんかなかなかないらしいです。ただね、前回、前々回にお話したように、YMAX、普通の携帯の電波よりもね、感覚的に、一応表示としてはほぼ 99% って書いてあるので、他の携帯会社とね、人口カバー率ですか？ほぼほぼ変わらないはずなんですけど、表記的にはね。なんですけど、実際使った感覚だったり、YouTube でね、コメントいただいた感覚聞くと、やっぱね、だいぶ違うと思います。ただ、通じる場所では、正直、携帯の電波より早いと思います。形式が違うとかね、なんとかとか、なんかその細かい部分に関しては、自分そこまでね、オタクではないっていうか、その、詳しい人間ではないので、説明できなくてね申し訳ないんですよ。だいたいいつも感覚的な問題だったりとかスピード測った時の問題的にYMAX の方が速さは出るから、自分が使う場所がね YMAX 対応してて、なおかつねまあ DMM レンタル使えば2000円ちょいで持つことができるので、まあそういうね自分が使えるかどうかってのがやっぱ一番心配になると思うんで、よろしければねこちらの使ってみるといいと思います。15日間無料で使って試せるので、これを使ってね電波問題ないなと思ったら DMM レンタルを使うっていうのは手だと思います。正直そうすればねお値段も公式よりも安いんで、多分 DMM でやる方がいいのかなと思います。いや本当ね YouTube のコメント自分が無知なので非常に助かります。なんかね間違ってる点とかあったらぜひね指摘ください。はい、間違っている場合はね次の動画なり、すぐにね出せるか分かんないんですけど、次の動画なりに訂正と、なおかつねできればこういう風に修正してね報告したいと思います。このリンクに関してもね備考に貼ろうと思いますので、契約したいけどね電波自分も何回もちょっと脅すようにね
電波のね区切り目みたいのがあって、そこに入っちゃうとの遅いとかじゃなくて繋がらないっていう、うん、今のところね自分その中途半端っていうの出会ってなくて、早いか繋がらないかだったんで、うん、そういう感じで言ってるんでね、まあ、もしかしたら自分の地域ね契約した方がいいけど使えないよってなってしまうと怖いんで、まあ、こういうサービス使ってみるのも手かとは思います。ただね、まあまあちょいちょい条件はあるようなので、まあこの辺の条件にね、当てはまる方のみになっちゃうんで、まあ借りれたらね、借りてみるのいいかと思います。まあ自分のね、このレンタルで借りてるやつはね、もう古い、型が古いので、まあできたらね、少しでもいい型の方がいいんでね、うん。できたら、試してみるといいと思います。それで、まあ、ここからはね、昨日のお話になるんですけれど、昨日ね、実際に使ってみました。ファミレス。まあ、ね、名前を出してしまうと、デニーズ。美味しかったですね、デニーズ。はい。チーズ、ハンバーグ、チーズ、カレー、ハンバーグ、ドリア。うん。子供大好き全部合体みたいなね、やつのセット食べたんですけど、美味しいです。なかなかね、自分は好きなお店なんですけれど、まあ、そこに行ってきてね、昨日、ご飯食べた後にドリンクバーもあるんでね、ちょっと長居しようかってことで長居してちょっとパソコンをねいじいじしてたんですけれど、まあ、その際ね、そもそも本当はねデニーズにはセブンネットが通ってるので、無料でね3時間かな Wi-Fi 使うことができるんですけれど、今回はねあえてこっちのね WiMAX を使ってみました。うん。でね、試した結果、今回何試したかっていうと、この端末、表記的。こんな感じですね。スペック的には、約ね、8時間使えますよっていうふうに表記があるんですよね。連続使用。連続使用なのに停止時？連続使用で停止時。あ、やっぱ、通してると変わるってことなのかな？うん、と思うんですけれど、まあ、実際ね、どのぐらい持つのかっていうのをちょっと試したいなと思って実験してきたんですけれど、実験ね、した結果ですけれど、約5時間持たない感じです。うん。5時間ちょっと下回ってるかなって感じ。マックスで持っていって。で、この8時間っていうのが、ちょっとね、この静止時って書いてあるんで、このちょっとこの、ね、意味がちょっとわからないんで、実際は何も使ってなくって、表示してるだけとか、一応携帯と行き来してる電波がだけの状態を指すから、ちょっとね負荷かけたことをすると即このね使える時間が変わってきちゃうっていうとわからないんですけれど、一応5時間ちょっと下回るぐらい、4時間、30分ちょい超えとか、まあそんな4時間半は超えるかなみたいな感じだと思うんですけど、うん、まあ実際ね、なんで5時間は持たないよって感じだったんで、まあここに表記されているのからすると3時間ぐらい少ない感じです。これがね、もう結構古い機種になってしまうので、レンタルね、使い回ししていて、まあ見た目はね、結構全然ね、あんま裏は見せれないんですけど、全然綺麗な感じでね、来てるんですけれど、もちろん。実際はね、結構使われていて、バッテリーの方がね、下手ってきちゃってるのかっていう可能性もあるので、まあ、なんとも言えないんですけど、どうなんでしょうね。この、新品で買った場合ね、8時間ぐらい持つのかな、本当は。うん、そこがちょっと試せないんで申し訳ないんですけど、一応ね、自分が届いた、WiMAX だと、まあ、5時間ぐらいと見た方がいいです。まあ、ちょっとね、下げて考えて4時間半とかそんなぐらいですね。で、見てもらうといいかなって感じです。MAX で充電。はい。どうでしょうか。まあ、使えるんじゃないでしょうか。それぐらいの、使えれば。うん、まあね、人によってはちょっとね電池持たないんじゃないと思う方もいると思うんですけど、まあね、今の世の中モバイルバッテリーとかね、自分の場合車で移動する際に使うんでね、別に車でね充電することもできるんで、1時間とかね損壊で切れちゃうとねちょっとめんどくさいなと思うんですけど、まあ4時間今日持てばね、まあ使っていてそこまで不便を感じることはねないのかなっていうのが個人的な感想になります。はい。まあ、こんな感じで、今回は、バッテリーですね。WiMAX のレンタルしたものに関して、バッテリーどんな状態なのかっていうのを確認させていただきました。それとね、先ほど言ったように、ちょっと修正で、
実際はマイマックス15日間かな。うん、15日間は無料でねお試しできるっていうページがありましたよっていう点、それとねまだ DMM で今レンタルが可能と、在庫がね復活してるので、うん、こちらもね、すぐに在庫結構なくなってしまうんでね、早め早めでやっていくといいかと思います。うん、でもねこの在庫の量がね、できない予約空間がね続いてるのが在庫ありになったんで、在庫追加されたんですかね。うん、それかいたずらのレンタルがいっぱいあったのか、もうその辺は何とも言えないんですけれど、うん、在庫ねまだあるようなんで、まあ、早め早めでやっていくといいかもしれません。うん、もうすぐね夏休みあるんで予約できるんでね、夏休みとか、うん、いろいろね外出する用事とかがあると思ってて使いたいなと思ったら、まあ、7月とかにね合わせて予約するのもありじゃないかと思います。在庫なくなってからだとねもう予約もできないので、うん、いいんじゃないかなと思います。あとねもう一点、これね、まあルルカの動画もね DMM の人が見てるとは思わないです、もちろん。ただ多分いろんな方がね目に留まる機会が増えたので質問がいったからね記載したのかだと思うんですけれど、こちらですね、ちゃんと記載されるようになりましたね。多分前の動画見返してもらうと、この別途料金を請求させていただきますまでしかなかったんですよね。あと本機で設定しない限りはモードが切り替わることがありませんっていうのもありませんでした。ここも表記なかった、ここまでしかない、この2列までしかなかったんですよ前回まで。それが自分がねハイスピードプラスエリアについて動画にさせていただいた後にこの2行がね加わりました。まあね見てはいないと思うんですけどね、すごいタイミングです。だから自分がね紹介して多少レンタルする方が増えたので問い合わせとか増えてね、うん、その辺の質問が多かったので表記されたのかもしれないんですけれど、やはりねハイスピードプラスエリアモードを使用しちゃうと月7ギガに制限されちゃうみたいですね。はい、非常に残念ではありますよね。ただねこれまた表記されてないんでね分かりにくいかなと思うんですけど、自分が調べたところによるとこれが発生すると普通に YMAX2 プラスの回線も制限されてしまうっていう風に自分は聞いたんですけど、まあその辺もねできたら DMM さん表記してくれると嬉しいなと思ったんですけど、そこまではね表記はないようです。まあそんな感じで追加文章も来ました。はい、今回はこの辺で終わろうと思うんですけど、よろしければ YouTube のコメントの方をよろしくお願いします。すごいね役立ちます。毎回ね全部のコメントのを読ませていただいて返事のをさせていただいてるんですけれど、うん、やっぱね自分知らないこと多いので、まあ人にねそれを投げっぱなしにしてね、うん、やってくださいみたいなとかね教えてくださいっていうのもまあちょっとね違うかなってなってしまうと思うんですけれど、うん、知ってることがあったりねなんか注意点とかあったら、まあ、共有できたらいいかなと思ってるので、よろしければコメントのいただけると嬉しいです。一言のねコメントとかでも嬉しいですし、動画結構ね頻繁に上げてるのでタイミングが結構ねずれてしまうことあると思うんですけれど、過去動画でもね、コメントいただければこちらにね通知来ますので、それを確認後に対応しますので、よろしければ昔の動画とかでもね気軽にコメントいただけると嬉しいです。あとツイッターの ID 載っけていますので、よろしければフォローのお願いします。無言でフォローいただいても基本的にフォロー返しさせていただいてます。あとはチャンネル登録、こちらもね励みになります。よく言うね、よく YouTuber さんが言ってますね、励みになりますと。あといいねですかね、励みになります。よろしければね不定期ですけどここ最近は頑張って、まあまあほぼほぼ毎日更新してますので、今後はね夏モデルのスマホも買おうかなと思ってるので、そちら関係のねガジェット関係もちょいちょい触っていこうかなと思っています。うん、よろしければチャンネル登録のをいただいて定期的に見てもらえるとねとても嬉しいです。今回は動画のを見ていただいてありがとうございました。